よしけです。てな感じで、この前ね、テレビを見ててね、赤いの空っていうテレビ、赤いの空っていうテレビやってて、なんか見ててなんかすごい、なんかそんなに美味しくないでねとか、いろいろあったね。ぶっちゃけ、ぶっちゃけのとこ。それをまあちょっと何個かピックアップしながらこっちに住んでる僕たちがいろんな店行くからね、言うて。まあ確かにね、仕事でも行くし、プライベートでも行くし、それをガチな意見をちょっとね、紹介していこうかなと思います。 OK。 で、1点目なんだけど、シナモンズっていうお店があったね、最初。後ろ今見えてるのがシナモンズなので、これが入り替えホテル店にあって、これ実は2店舗あって、1店舗目がカイルアにあって、これが2店舗の目なのよ。シナモンズ行くんだったら絶対カイルア行った方がいいと思うの、俺はね。リゾートのレストランみたいなね。で、これも海が見えていい感じみたいな感じだけど、向こうどちらかというとなんかうち中庭があって、そこで食べるみたいな感じ で建物の中で、オールドアメリカンな感じの朝ごはん食べる。結構味もあって古いとこなんだけど、エッグベネディクトが甘くてね。言うてね、ここ海見えない、店内から。確かに。で、いいところはただ夜に、あの金曜日、毎週金曜日の7時45分から花火がすぐ目の前で上がるから、それはあの目の前だから、ここ店内から外に出て花火を目の前で見るってことはできるけど、それ以外別にね。確かに。まあでもなんか、なんかね、でもね、テレビで見てたらね、行くんだったらカイルア行けよって俺はちょっと思っちゃったかな。なるほどね、評価しすぎなところが。そう思った。まあてな感じかな。じゃあ次の店行こうかな。はい、ここタルミアっていうあのレストラン、まあ、ワイキキビーチウォークって言って、まあ、ワイキキの真ん中からちょっと、まあ、あのアラマーナ沿いの方にあるんだけれども、2階の窓でもなんか紹介されてた、なんかケータリングでなんか紹介されてたらしいので、そうだね。で、まあ、基本的には日本人のこのイタリアンのシェフがこれ。あ、シェフって日本人なの？日本人。あ、そうなんだ。そうなんだ。で、まあ、確かに美味しい。で、値段もちょっと高いな。でもちょっとあの注意点として、予約するときに室内って言わないとあっちの外になっちゃう。あ、道の目の前じゃん。そう、駐車場の入り口の。そう、駐車場の。なんか立地悪くね。っていうのも中のテーブルが少ないのよ、言うて。だからあそこは排気ガスも臭いし、後ろ見てもらえれば分かるけど、すごいよ、ね、車のね、激しいかな。これは基本的にグッドチョイスのお店ってこと？うん、まあいいと思う。いい感じ。だけど、ただその席の予約の時に中の席にしてくださいって言わないと、こっちの排気の臭いところに控えとされちゃう。質問、俺ここ来たことないんだけど、ハワイのイタリアンの中では結構いい感じのお店ってことなのかな。結構ハイエンドだと思うよ。おすすめ、うん、結構アランチーノ、ウニパスタとかも有名なところもあるけど、うん、こっちはもっとハイエンド、ちょっともうちょっと高い、テレビでやるのも納得の味かな。う、ね、うん、なるほどね。へえ、いいね、それじゃね、明日行くから。本当に明日来んの俺。明日行くから。あ、どうも、あざす。行こう行こう。えい。はい、ということでですね、最後に来てるところがね、M&W っていう、フォークがこう、逆になってる。なので M&W っていうんだけど、まず何レストランこれって。ここなんかね、アジアン、アジアン、ハワイアン。そうね、なんかフュージョンなのよ。そう。で、とにかくフュージョンしすぎて何食べてんのかよくわかんない。結局美味しいの？まずいの？あね、ね、いや、それ入れちゃったかみたいな。そう、材料がある。余計余計みたいな。ちなみにいくらくらいなの？ね、お昼で50ドルぐらいするやつ。お昼で？お昼で？そうそうそう、ランチメニュー50みたいな。コースの、マジか、高いの？お昼にしては高い。来たことないんだけどさ、オバマとかが結構好きみたいな感じで。そう、あのね、店内の雰囲気はすごいの。みんなここ来るんだったら裏のファーサイゴンっていうのがあ、それはベトナム料理屋さん。ベトナム料理屋さんで。なるほどね。そこのフォーは美味しいと思う。じゃあここ来るくらいだ、 M&W だったらそういう裏行った方がおすすめってこと。そんな感じ。最後はなんだっけ、俺たち今からここちょっと遠いから行かないんだけど、ベッドエンドワイルド。そうそう、プール施設。プール施設、ね、俺行ったことないんだけど。うん、あれどんな感じなの？あれはね、確かに楽しいんだよ。あ、それいいんだ、やっぱかなり大きい。東京ドーム2個分ぐらいだよね。でかっ。波がこう作られるところとプールとか、まあ普通に回るプールとか、うん、あとなんだっけ、
山の上に登って、そこからこう風船の4人乗りのあでこう落ちてくみたいな。ウォータースライダーみたいなのがいっぱいある施設みたいな。そうなんだ。そういう系なんだ。じゃあ、日本よりは並ばない。そう。いくらくらいする？80何ドルでもいけます。高プールで。高いプール、高級プールだね。だけど、そう、まあ、確かに面白くて、でもちょっと面白いのが、前にね、その山の上からこう滑り台で、90度滑り台っていうのがあったのよ。何かっていうと、こうグインって行って、シューって90度に落ちるの。だからちゃんとこうやってやんなきゃいけないんだけど、そこでちょっと体重オーバーした人がグインって行った瞬間に出すぎて、横からはみ出て死んじゃったんですよ。危な。でそれがもうなくなったんだけど、あ、事故が起きたから。そう、楽しかった。そんな設計師やばくない？その設計した人、いい加減なのよ。うまいね。まあ、でもそのウェット&ワイルドはじゃあおすすめスポット。まあ、楽しいっちゃ楽しい。テレビでやるのも納得みたいな。うそうね。遠いだけ。ね、俺は現地の人も結構行く？いやたまーにかなー。1年に1回とかじゃない。友達来た時とか。ディズニーよりはそんな行かない。あ、そういうノリ？ディズニー的なノリ？だってほら8000円ぐらいだからさ。なるほど。じゃあ確かに考え方は一緒。そうだね。なる。あ、そうなんだ。行った方がいいと思う俺も。でも日焼けしたくなかったよ。気にしないから。まあ機会があればね、行ってみたいかなって感じかな。まあてな感じで本日の動画はその中井の窓、この前見ていろいろね、これってそんなテレビでやるほどかなと思ったことがいっぱいあったから、ちょっと動画にしてみました。はい。本日の僕たちの動画を気に入ってくれたらグッドボタンをお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくね。ドゥッ。